ご視聴ありがとうございます。ずっと以前のお話になります。ノーズワーク教室での発表会がありました。もしよろしければ登録・高評価をいただけると励みになります。本題です。練習の成果を試すためにおやつを見つけるまでのタイムを競いました。1回目スタート。飼い主はどこにおやつが隠されてあるのかは知りません。愛犬モンが見つけた時の合図を見逃さないように飼い主も集中です。見つけたよ。まずまずの出だしです。2回目セットが複雑になりました。スタート。時間がかかっています。集中が切れることなく探しています。見つけました。長かった。49秒38かかりました。3回目です。今までは地面にありましたが、今回は高さのあるところにおやつが隠されてあります。スタート。高さのある場所に隠されていると難しくなるので、門の集中力も切れてきました。探してと声をかけます。ベンチの上も探しているけど見つけられないようです。覗き込むお母ちゃん。でもありません。やっと見つけた。長かった。タイムは1分28秒。ははは。ラストです。スタート。なると集中力が切れる。わかりやすい性格。見つけました。見つかってよかった。調子が良かったのは1回目だけだったけど、もうお疲れさん。 Thanks for watching.